スキッドは第二次世界大戦期にイギリスで開発された対戦迫撃砲システムの一つ。名称は以下、スクイード、スクイド、スクイードのイ。本砲システムは1942年より開発開始された。先行して配備された有名な対戦迫撃砲であるヘッジホックが昇降形のスピガットモーターを多連装に配していたのに対し、本砲システムにおいては、 陸戦分野で一般的なストークスモーター式の大口径、迫撃砲を複数連装化するように変更されることとなった。ある意味、潜水艦を殴りつぶして破壊するも同然な点がヘッジホックとの違いとも表現できる。最終的に本砲システムでは水平方向に安定化された砲が日産連装の方針が搭載されることとなった。 スキットは艦に搭載されたソナーによる完成を受けており、ソナーが捉えた目標が射程距離に入ると自動的に発射される。この時、砲弾の水圧進艦は目標が航行する水深で爆発するように自動で調停される。打ち出された砲弾は艦の前方を250メートルに一辺40メートル程度の三角形を作り、至近距離での爆発による 圧力波によって潜水艦にダメージを与える。2機のスキットを搭載した艦の場合、両方のスキットが一斉に発射され、砲弾は六角形のパターンを作って着水する。当初は水中目標のみを対象に開発、運用されていたが、後に浮上潜水艦を攻撃できるように、レーダーとも連携を取ることができる改良型が開発、配備された。 本法システムは1943年5月より海上講美が開始された。初の戦果は1944年7月31日にイギリス海軍のロックキリンがドイツ海軍の U ボート U-333 を撃沈することによって挙げられたものである。前任者のヘッジホッグが連合国諸国海軍において幅広く採用されたのに対し、 本砲システムの採用は、イギリス連邦諸国を中心として、比較的限定的なものであったが、評価は高かった。日本の海上自衛隊も、綾波型護衛艦の設計段階において、アメリカ製のウェポンアルファと共に、本砲の装備を検討したものの、これは実現しなかった。1 9五十年代後半より、発展型の輪坊が収益し始めたことから順次に退役し、 1977年までに運用を終了した。ありがとうございます。